針金になる可能性はあったんですっけね。高評価ボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。カンナム名ですね。 ILY っていうのはよくあの I love you の略、省略とかでよく聞くワードではありますけども、その I がナンバー I さんたちのその I に、LY でずっていうね、複数形になってるっていうところがまた素晴らしいなっていう。で、I、これは皆さんにちょっとお伺いしたいんですが、なんてお読みしてましたか、どういう呼び方だったか、イントネーションまではちょっとあれだけれども、いや素晴らしいなと思って、そうファンダム名正直どう思う、素晴らしい素晴らしい、なんて素晴らしいところから来たんだろうって思って、ILY の略自体はもうこの世にある I love you の略っていうね、結構まあそのなんだろうな、略語というかアイリーズなんですね。うわー、なるほど、アイリーズなんだ。アイリーズってなんか可愛い、いいすごくいい、いいですね。アイリーズって呼んでくれるってことですか、アイリーズのみんなみたいな感じか。あ、意味がまたいろいろあるのかな。そしたらその愛はナンバーアイさんたちの愛のね、あの愛っていう文字のそれでもあるけれども、まだいろいろ他にもあって、 I love you の複数形、富士の直前で赤入る前、富士の前、あーこれね、あー本当だ、そういうことか。あー、なるほどね。あーそういうことか。しっかりしてっていうね。ありがとうございます、ありがとうございます。そういうことね。富士の前に創作ラップみたいな。あー、なるほど。ここのラップの部分でやったっていうことか。あー、そういうことね。ということで、まあ、アイリーズというお名前がファンネームになったというところですね。素晴らしい。いいですね、アイリーズ。なんかね、すごく可愛さがあります。アイリーズ。キラキラしてる。すごくキラキラしてて、しかも、なんだろうな、ちょっとこう、雰囲気が、なんか鮮やか、カラフルで綺麗なイメージですね。透き通ってて、なんかアイリーズいいですね。はいはいはい、 I love ユータ。あ、そういうこと。 I love ユータ S で翔くん、平野翔とつぶやいてる方がいて、お互い思い合ってるのが深いと。あー、なるほどね。そういう風にも、そういう風にも、あの、見て取れるというか。ゆうたね、神宮寺くん、岸くんのことが好きだぜっていう、あの、フロム平野くんみたいなね。あー、なるほど。まあでも、そもそもやっぱり I love you のその ILY からそこに S がついてて、でその I の部分は小文字になっててみたいなね。あー、I を小文字にするっていうのはすごくおしゃれだなって思ってて、どこかで僕既視感があったんですよ。愛を小文字にするこのおしゃれさってなんだろうなと思ってて、 iPhone なんですよね。 iPhone も iPhone の i だけ小文字じゃないですか。でからのフォンで p が大文字になるじゃないですか。あれがね、また独特だなというか、最初見た時に大文字じゃないんだっていう。でそのこの小文字になることで、なんかこのフォントもそうですけど、全体的なそのバランスというか、スンって始まるこの感じ、素敵ですよね。ナンバーアイっていう、このなんかね、ピッてなるんですね、ピッていう感じでね。これは素敵、いいですね、本当に本当に。針金になる可能性はあったんですっけね。なんかちょく聞きましたよ、それは。針金ーっつって、おーっていうね。
いやこれから戦が始まるんかっていうぐらいのね掛け声にはなりますけどもね。うーん、あ、ナンバーアイとお揃いね。確かにそうですよね。やっぱり小文字のアイが入ることによってお揃いになるっていうね。なんだろう、ナンバーアイっていう名前が改めてすごいいい名前だなっていう風にも、なんかこの前どこかなんか歩いててふと感じたんですね。あ、いい名前だな、ナンバーアイっていう、うん、でそのアンダーバーがあってのアイっていうこのセンスもなかなかですよね、うん、何者騎士君何者本当になかなか出てこないセンスですよねこのあたりね。うん、あ、そうそうそう、だからナンバーアイっていう風につけた岸くんやっぱすごいわ。そこからこうここまでこう展開されていくストーリー、今ではナンバーアイというその名前が当たり前になっていて、で世界中の人々がそれをもう知るところじゃないですか。あとは文字としてパッて見た時にもすごく目につきやすいですよね。あの字面といい、あのアンダーバーがついてからの愛っていうところもその形としてなんかすごく完成度が高いというか、文字っていうところに一個アンダーバーが入ってることによってなんか記号っぽくも見えてくるんですよね、うん、これがまた素敵なところだなっていうふうに思いました。アルファベットだけでこうトトトトってなるとまあ名前っぽくもなりますけど、アンダーバーがねこれあるところでこのハイフンじゃなくて横棒じゃなくて下にあるっていうところがなんかいいんですよね。おしゃれ、すごくおしゃれ、素晴らしい。ひじきの案もあったの。ひじき、針金、ひじき、アイリーズアイリーズかな、じゃあ。ひじきもまああれだけどアイリーズかな。そしたらいいですね。いや嬉しいですね。アイリーズ、いい名前でございます。